338ノルママグナム弾は、スウェーデンのノルマ社により開発され、最初に2008年に導入され、2009年から生産されている実報である。338ノルママグナム弾は、パシフィックツールゲージ社の所有者である、デーブ・キフの助けを得て、アメリカのスポーツシューティング射撃手のジミー・スローンにより、長距離スポーツシューティング用のカスタム弾役として、当初は開発された。 全長が 91.44mm を超える弾薬を扱う長さが不足しているボルトアクションや弾倉から 19.44g8.59mm 口径のシエラ HPBT マッチキング団体の射撃を最適化する方法として設計された。その後、この設計はスウェーデンの弾薬メーカーノルマ社により購入された。 338ノルママグナム弾は CIP で2010年5月26日に認定され正式に登録及び認可されたライフル弾薬となった CIP 認定前の338ノルママグナム弾の全長は338ラプアマグナム弾の全長と比較して短い 19.244g の338口径のシエラ HPBT 団体を装填し、弾薬全長を 93.50mm とした場合に、338ノルママグナム弾と比較すると、338ラプアマグナム弾の方が、薬莢により深く装着される。338ノルママグナム弾は、当該団体を全長 93.50mm で使用するために、ケースの容量が、 338ラプアマグナム弾より約6.5%少なくなるものの首が少し長くテーパーが少なく肩の角度がやや鋭い短い薬莢を使用する338ノルママグナム弾及び338ラプアマグナム弾の全長は2013年に CIP により 93.50mm と決定された 338のルーママグナム弾は、338ラプアマグナム弾の最大全長を CIP の規定通りに制限する弾装やボルトアクション向けに1 9 4 4ムのシエラ長、低抵抗団体を装着した338ラプアマグナム弾を上回るように設計されている。ただし、338ラプアマグナム弾はその CIP 全長よりも 多少長い状態で玉体を装着できるため、二つのカートリッジの実際的な違いは徐々に無視できるようになりつある。338ラプアマグナム弾向けのボルトアクション、弾お及びライフル銃を製造する一部のメーカーは、現在の CIP が定義にする。338ラプアマグナム弾の最大全長基準を超える全長を有する。 338ラプアマグナム弾の使用も可能にする製品を提供する予定であると示唆している。2008年6月17日に米軍は PSR の要件を調査するために市場調査を行うと発表した。この調査は現在使用中のボルトアクション式、狙撃銃システムマーク13と M40 と M24 を正規に製造されるワイルドキャットではない。 338口径の弾薬を安全に発射する PSR と交換するための調査と見られるものであった。これは338ラプアマグナム弾及び338ノルママグナム弾またはこれらの弾薬の派生品がこの市場調査の弾薬部分の2つの候補となり将来の米軍の契約を獲得することを意味していた。2017年5月 アメリカ特殊作戦軍は米海兵隊と共同でポリマー製薬卿の338ノルママグナム弾を使用する軽量中型機関銃の5000丁調達の情報提供を求めた。目的は24ポンド以下で24インチ長の重心を備えた機関銃を選定することである。これにより エリアターゲットや車両を標的とした場合に2000メートルまでの十分な精度が得ることを想定したものである。2019年にアメリカ特殊作戦軍はバレットマニファクチャリング社に5000万ドルの契約を与え、338ノルママグナム弾を使用するバレットマラットマーク22アドバンストスナイパーライフルとして注文した。2020年にアメリカ特殊作戦軍はシグ ザウエル社と契約を交わし、338ノルママグナム弾を使用する MG-338 機関銃を注文した。338ノルママグナム弾は以下のカスタムではない正規品の銃器で使用可能である。ありがとうございます。